ええ、拍手までいただいて。ねえ、なんか初めてね。そうですね、午前中ね、なんか幽霊のようになってました、我々、はい、まあ、音を2曲か3曲しかやってなかったんですが、3曲そう、リハーサルみたいな感じになっちゃいまして、この後ね、もう一組来るらしいですよ。あ、本当、頑張らないと、じゃあ次は、夏色の季節をちゃんとあの Facebook で予告出てましたね。あえて私たちは答えませんでした、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ここに来ていたんだっていう。じゃあ行きましょうか。じゃこの季節ぴったりですね。この季節ぴったりですね、はい、伊豆といったら夏色、はい、今あのね、ほら東海岸の歌じゃないですか、でなんかいろんなことにもお騒がせみたいになっちゃいましてね、はいはい、ちょっとね、こう MC では言えませんが、いろいろお騒がせなことが多いです ね、 ね、それを吹き飛ばすようかな。吹き飛ばす吹き飛ばす吹き飛ばすミモリーです。別の意味で吹き飛んじゃないですか。じゃあ行きましょうか。じゃあ夏色の季節という曲を聴いてください。夏色の季節は
ありがとうございます。なぜか子供たちが止まっている動きが。